A の15からです。下に1個持ってきたい。もしくは右に行きたい。下に1個持ってくのやっちゃいたいんだよな。一回オンにしたものをオフにすることが可能。で、登るのはそこ。つまり、これを押し込んでいっ、3個必要なの？最初にこういう方法で登る。そしてこれが崩せる。下に行きたいのであれば、1,2,3,4,5 並べて、ブロックを真上から一つ下に落としてこないといけないから、エロは大変ですな。これ、この二つって取れないの？本当。持ち上がるけど、あう。高さの制限をここで作ってしまったら押せるのかな？例えばこうした場合は、押せるね。じゃあこれだな。これをすることで、ここにあった子たちは回収可能、何？ああ、そうだね。エアンス。で、それができると、ただ、下に4個だったら、この子回収できないんだったらもう終わりだよね。ここに4個積むんだったら。ねえ。これどうなってんの？ああ、これが2段。ああ、でも連続して一気に持っていく必要はないのか。下向きの矢印と、何を考えてるんでしょうね。自分でも分かんないです。何をしたいんだろうな。これをこっからこう持ってって、
なんかこれこう渡していくことができたら嬉しいかなっていう気持ち。ですけど。邪魔だなっていう気持ちもあります。同じことやってんね。上から下に押すためのことを、押された先の足場と2つ必要だから、ここに縦3並べたいんだけど、縦3並べると自分がはしごに登れないよねがジレンマです。隣でやるべきだったのかもしれないんだよな。でも真下にこれで持ってきたいから、ここに持ってきたいから、これを下に持ってきたいやつなんじゃが、いや、できるんだよな。これが、これはここのルートを遮らないのであれば、こうやって持っていけるから、もう一歩踏み出せて、で、これをさらに持ってきたいから、え、こっから次っていける？いける。これで押し込めば、こうなる系、乗れない。死後乗れない。これ最後に、これで上に登らせるように決めないといけないのかな？ああ、もう端っこに来てる。そうなっちゃうか。そうなっちゃうのか。これを最後まで持ってきたかった。ああ、乗れるわ。ん？足りなくね？足りないよね。ここ使えるかなと思ったけど、足りないよな。足りないな。これ渡れたら持ってけてクリアです。まあ、はしごはだって最終的に隠さざるを得ないんだよね。一番そこの下の段にあるやつで、はしごを隠すことになっちゃうし、そこは自分は登れないんだから、ここまで来て、なお、もう一押しできる仕組みが欲しいわけ。で、ここで2段使ってるから、この位置に2歩でアクセスできないといけないんだけど、そんなことできないんだよね。ここに持ってきたいんだけど、どうやったって残りは乗れない。つまり、ここに来た時点でもう自分も上に乗っかってて、でも一発でここを通す道もできないから、4個、1、2、3、4、5個必要だから。自分が上に乗っていながらも、ちょっと考えにくいかな。ここの足場を救出する術なんてものがないですわね。で、隣から行ったとしても、1、2、3、4、5個、やっぱ使う数は変わらんし、しかも曲がる手間がかかるしだから、で、下向きの矢印だったらよかったんかっていう話でもないんだよね。どっちにせよ、
どっちにせよ、ここに一個ブロックが詰まっている状況は変わらないんだから。ここに乗れなきゃいけないんだが、これを拾うことはできないんだよな。ここに立って一個詰めたとしても、ここに詰めた一個が無駄になる。あ、じゃあこっちから行けばいいんだっけ？いや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 。1、2、3で行くとこれが通れないから、1、2、3って置くと、これ取れるのか？でも取れたとし、取れれば一発でいけるのか？こことこことここに置いて、こう渡ってきて、ここに入って一押しすれば、ここに二つ入ることになる。それはダメだね。1、2、3。ここに余っちゃった子を取るためには、ここに来ざるを得ないので、ダメっぽい。ん？現状ダメだもんな。ちなみにこっちに行く方法もは？これは1、2、3、4だから多分今でも行けるんですよね。下と右で。ここから、こう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 っていう風にセットできれば、こうやっていけるから、クリアは現状できそう。下に1個運んでくるルートのことを考えると、なんかもう積んでそうって感じ。左側のオンオフスイッチを拾うことができることをもうちょっと考えてみたい。この子を取る方法。とにかく序盤はこう。で、広い、上のブロック外して、あ、まあ、ここで、ここに蓋するんだが、え？何やったんだっけ？これ組み合わせ悪いね。さっきどうした？使い勝手の悪いやつはあんまり使いたくない。下の段には、これ上に行っていいやつだから。で、こういう風に設置することで、この上の子を取ることができて、でそうすると、ここで、突っかえができるので、あ、違う違う、ここで、こう、あー、ここでこれを入れるのはまずかったんじゃない？ここでここ入れれば、全部押して出られたんじゃないかなと思っちゃったんだな。つまり、2番目にこれがある。この状態が良い。で、上に乗っけるこう。回ってくる子、段、上に乗る、外す、二段にする、使え、セット。違う、これでもいけないんだよな。
これせっかく持ってきたんだけど、ここで使えができないとダメだから、これではダメだ。これを入れる前に、一段上に上げる仕組みが欲しい。ためにはこれはここにあって、一旦こう、これが上に上がってて、外す。で、ね、いやできないすいませんできないか、もう移動床が入ってしまうので、これの救済ができないと下に持っていくのはきつそうだと思ってるから頑張ってるんだけど、形は見えねえんですなぁ。これが押されてて、ここまで自分が上をたどっていって、ここに入ってこれを押して、で、その時に押せるってことは、この壁が、高さ2になってて、ブロック、ブロック、ブロックでしょ。だ1、2、3、4、5でブロックフルで使ってて、こう一直線になってて、で、その時に自分が、こうやって上を歩いていくためには、こことこことここが、この矢印ではないことが条件だから、ここは四角ですよ。四角、四角、四角ね。なので、ここに2段になってるやつが、右か下に落ちちゃうよねって言ってるから、破綻してるんだよな。この子を拾いに行こうとするルートを考えると、こいつらが破綻するので、自分が考えてたことはできなさそうでした。とさ。右に曲がるブロックがせっかくあるんだから、ここの段で乗ってきて、ここで右に曲がって、まあでも言ってること変わんないよね。結局ここまで、ここが埋まってしまった状況で4個のブロックで自分がここの上に乗ることができる術が、4個じゃない、3個ね。3個のブロックで、違う、2個ね。2個のブロックで自分がここに乗るまでのルートを改築するには、ここに乗ってないといけなくて、これ乗ってて1に行ってくる。1に行ってくる。で、ここに乗っかってて、これが押されてて、ここにそもそも行くためには、1個欲しい。1、2、3。1、2、3って置いてあったら、違う、足りないか。1、2、3。ここにあるから、1、2、あ、足りないじゃん。2、2じゃダメだ。いや、無理なんだけど、これ。無理なんだよな。ここに2個使う。
残りの2個のブロックで自分がこの上に登るは無理で、3個あったらこのブロックを押す人がそもそもいないが、3個だったら1、2、1、2、3ってここで縦につなぐことができるから、この右向きのブロックが上に乗っかってるっていう状況で行くんだったら可能なんすよね。でもここのことも考えたら、下ブロックは使っちゃいけないんだよな、上に。はい。で、ブロックを全部取りたいっていう夢はさっき立たれてしまった。けど、ここの、ここにこの隙間があるのは、このブロックを回収できるよねって言ってることとしか受け取れないんだよな。もうこのブロックの使い方って、こうなってるものを、こうしてもいいよって言ってるか、このブロックを右へ戻せるよって言ってるかの二択でしょ？と受け取ってて、高さに勝つ、いや、高さにであっても、なここが下向き矢印だったとしても、乗ったらここが高さ2になってたとしても壁をぶっ壊して下に行っちゃうわけだよな。ここは下矢印で、ここにブロック置いてあって、そうすると、ここに2個になるよね。1、2、3、4。で、ここに2個必要だから、ここで2個でしょ？ 1、2、3。で、1、2、3だった。ここに入れていいのかな？ここは2段になってて、ここに1個入ってて、意味ないと思うんだけど、そんなの。ここに入れたものってもう救うことできないから。わかんねえ。大方針として、5個全部拾わないといけないか、イエスかノーかっていうのがあって、イエスじゃないとここを通れないと自分が思ってるんですよね。右に行きゃいっか。ここ飛ばすか。右に行くか、一回。次のステージ行くか？次のステージ行くだけだったら、次のステージ行くことができなかったらどうしようってなっちゃうから、次のステージは行きたいやん。なんだっけ？ 4 個取れてるから、もう、道作ればクリアなのね、今。右に行くのができる。そこのエクストラ分からなかったな。まあ、いっか。ここが埋まれば行き来できるだろう。これ何なんだろうな。ここもなんか、全体像がよく分からんまま来てるよね。まあいいや。まだ20分台。一個ぐらい解きたいね。なんか知らないギミック来てるし。プラス。止める。押しました。高さではなくて横で来てるんだね、今度は。あそこに二つ入れるわけではなくて、これを、これでいいけど、こっちはこっちでまた違うルートになってしまうな。何これ？ん？何これ？
ここがレベルなの？ A の17、ここのリセットとここのリセット2つあるんだけど、どういうこと？これ、このブロック、この、ん？プラスマークがどう動くかがわからん。プラスは、各方向に広がるのか。プラスマークが何を出すかが、わかんないけど、普通に十字方向に行くって考えていいのかな。ここどこに行けばいいの？下に行くとエクストラだし、だけど下に行くには、なんか左にあるボタンを押してこないといけないから。え、これよくわかんねえ。どれが何のボタン？これとこれとこれはこことこことここでしょ？で、これを押すと、これとこれとこれとこれがオンになるから、これを押した後に、ここをリセットして、こことかこことかここと、ここの、ここはわからん。ここ何なの？ここって？ここって、これが出ちゃダメなんじゃないの？このまま今いけないといけないんじゃない？だからここは、これをオンにしないうちに通んないといけない？これ、このブロックは、これがオンになると拾えるから、これをオンにしてこれを拾って中に入って、このブロックを、わかんない。何さしたいの？先に進むだけだったら上に登れればクリア。もうそれだけでもよくわかんないけどね。これよくわかんね。ここが押されていて、ちょっとこの線さ、見づらいんだけど。これ高いだよ。これ下に3個あるんだよね。下に3個あって、上に、取れない。いや、この上に1個置きたいんだけど、このブロックを取りたければ、そこのブロックを押すべきではなかった。このブロックは取っちゃって、上用と、ここ用と、ここ用と、これで上には乗れる、乗れない。ここに1個欲しい。こうするとこっち来れて、ってなった状態でここのリセットをすると、下に行くルートを今作れると嬉しいんだけど、これを持ってこないとできないよと言われたらそれまでだから、これをいきなり入れるのはまずそうなんですよね。なんかある程度ここの準備ができてから、こいつでここを押すことで道ができて、下に通じる道ができてハッピーみたいなことをやらせるんだと思っている。で、下に、
これ上から来たら、抜けられるから、下に、ここに2個欲しいんだよな。ここに2個欲しくて、違う、もう1個欲しいね。こう欲しくて、で、こう来て、これでこうしたら、こういけるので、あ、いや、ここはいける。で、これでリセット、OK。で、今度は、左側がよくわかんなくて、上のエリアのブロックを、あのオンをオフにして、しかし、ここを左に行かねばならん。ここに行かねばならん。これがオンになってて、ここと、ここがブロックで、これがオンになってて、よくわかんねえな。とにかく上に行ってあいつをオフにしてこないといけないんだけど、その時に、このブロックをロストするのは痛いので、ですが、上に戻らないといけないので、上に戻るルートはもう一回作り直す必要があるです。ですが、上に戻るルートを作った時に、こっちにあるこのパーツは上をリセットする前に左に運び込んで置いてあげる必要がありそうなのか？ちょっと難しく考えすぎてますか、今。これ普通にこれでいけるのか？いけるけど、要リセットなんだよね。あ、こことそこにブロックがあったらいけてたのか。意外とこのままでもなんとかなってるやつ。ほんと？もう一回言って。ここと？ここ？にあって。え？違うくね？こう来て、これを置いて、こうして、で、これをリセットして、こう来て、これをこう。ああ、なんかやれたらやれるな。まあ、ここでやるべきことはすべてやれたかなって感じ。OK。じゃあ今回はここまでにしましょうか。ちょっと途中で何とも行かない場所が出てきてしまったけど、通常ルートは進んでるよって感じだね。まあこのそれぞれのエリアにある謎のシークレットボタンみたいなやつを全部押さないと、なんか最終的ななんかはできないんだろうから、いずれまたやることになるかな。ではお疲れ様でした。